とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。敵のエンチャントで嫌いなものは何ですか？できれば、ランキングをつけてください。ということですね。はい、ということで、今日はですね、嫌いな敵エンチャランキング、やっていきたいと思います。そう長々話すことでもないので、サクッと5位から1位まで発表していきます。では、行きましょう。それでは、嫌いな敵演者ランキング第5位です。第5位は、エコー、そしてダブルダメージ。この2つ、嫌いですね。攻撃されると、とにかく痛い。まあ、攻撃される前に、倒してしまえばいいんですけどね。でも、プラスで防護が入ってたりすると、倒せなかったりするんですよ。その時がボコボコ食らって、死んじゃうこともあるので、これはちょっと注意してます。まあ対策としては、効果力で一気に叩く。もしくは、無敵バブルとか、カバンで距離を取って戦うとか、そういう感じでいいんじゃないですかね。第5位、エコー、そしてダブルダメージですね。続いて、嫌いな敵エンチャランキング第4位です。第4位は、防護ですね。とにかく硬くなるんで、嫌いなんですよ。で、さらに、防護と再生が入ってると、硬すぎる。どんどん回復するからね。あいつらは嫌いだね。で、プラスで、まあ最初に言った通り、エコーダブルダメージみたいな、火力スキルも一緒に入ってくると、とにかく嫌な敵になっちゃいますね。まあ、対策としては、バブルバースターかな。あれでワンパンで倒していくと簡単にいけるんじゃないですか。それでは続いて、嫌いな敵エンチャランキング第3位です。第3位は、帯電、やけどですね。帯電は昔から嫌いだけども、今でも嫌いですね。やっぱりね、タイミング悪く敵の間合いに入ると死んじゃうんだよね。あれ、一体だけならいいけども、四五体一緒に出てきて、バーッと食らっちゃうので、どうしても死んじゃう。なんで、結構注意は必要ですね。まあ、音がするからわかるのよ。バリバリっていう音がするから。だいたいわかるんだけども、あと、やけど。やけども、嫌いだね。ダメージ自体は、まあ、帯電に比べると低めなんですけども、連続で入る。で、防護とかが一緒に入ってると、倒しきれなくって、すっごい削られるでしょ。あれは、ちょっと嫌いですね。まあ、対策としては、無敵バブルとかが無難ですかね。無敵バブルでいけば、全く問題ない、エンチャントではないでしょうか。3位は、帯電やけどです。それでは、嫌いな敵エンチャランキング、第2位です。第2位は、変更ですね。俺、ソロではバブルバースター使うことが多いんだけども、すごい弱点になるのよね。変更が来たら、もうバブルバースターの天敵だから、どうしても死んじゃうことが多いです。あと、カバン使ってる人とかも、弱点にはなるんじゃないかな。でも、カバンだったらば、壁を使って、カバン打ち込んでいけば倒せるので、まあまあ、なんとか対応はできてると思います。まあ、対応としましては、近接で戦っていく。近接で行けば変更は全く関係ないので、大丈夫ですね。第2位、嫌いだな、変更です。それでは、ラストですね。嫌いな敵エンチャランキング、第1位。1位は、トゲです。最近、近接使う人が多くなったんではないでしょうか。俺もね、近接よく使ってますけども、トゲは嫌いだ。急にあいつに攻撃すると、どうしても死んじゃうんだよね。特に怒りとか、でかい攻撃当てると、必ず死ぬので、注意は必要です。まあ、注意しようもなかなかね、ないっていうか難しいんですけども、まあ、ポーションバリアとか入れていけば、ギリギリ耐えれたりもしますけども、嫌いだね。バブルバースターの時は、全く関係なく倒していけるんだけども、近接になると急にこれの脅威を感じてしまいます。第1位はトゲですね。はい、ということで今日はコメントありがとうございました。嫌いな敵エンチャランキングでした。
皆さんの嫌いな敵演者ランキングどんな感じでしょうか。ではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。